よーし、じゃあ早速やっていきますか。トナキチ、全部終わったよ。トナキチ、俺の方は全部終わったぜ。さあ、教えろよ、演算の秘密ってやつを。ああ、そうやったな。伊集院演算って、世間じゃ天才ネットバトラーで通ってるやろ。ああ、確かにな。実はな、それは大きな間違いやったんや。間違い何が？1日10時間、それはどうしたかってんの。伊集院が1日に費やすネットバトルトレーニングの時間や。あいつはトレーニングなんてしなくたって強いんじゃないのか。それが大きな間違いや。あいつの実力はペットを手にして数年間毎日続けられていたハードトレーニングの結果やったんや。そうだったんだ。炎山くんの強さは長年積み重ねてきた努力の結晶だったってことか。けどそんな素振りちっともしてないね。そう、それがやつのすごいところや。毎日凄まじいトレーニングをこなしてるのに、そのことを誰にも知らせていない。あいつは誰よりも地道に努力を積み重ねてる男なんや。ただやっぱりネットバトルのセンスやカスタマイズのテクニックは一流やけどな。俺も負けてらんねえな。もうそれでネットに負けたらもう相当ショックやろうな。けどな、ワイからしてみたら本当の天才っていうのは光お前みたいなやつかもしれんな。何言ってんだよ。俺なんてまだまだだよ。ま、そうやな。ははは、そらそや。ちょっと褒めすぎたわ。とりあえず伊集院の情報はこれでしまいや。あとは今回のお礼や受け取ってくれ。俺だに、お、いいね。ほな、光、今日は大きにや。ママさんによろしく言っといて、しばらくは電算シティにおるからまた連絡するわ。ああ、わかった。ロックマン、そろそろうちに帰るか。ああ、ほんと、帰ろうぜ。もう疲れた。めっちゃ疲れた。あ、もう疲れた。もう。前回の続きで撮ってます。もう疲れた。もうほんと疲れた。まさか2時間もやるとは思えんたか。めっちゃ疲れたよ。もう金もなくなったしな。でも今回の、動画が終わったら、ちょっとね、フォルダ集めと、チップ集めと、金集めの旅に出ようかなと思ってます。まあまあ書いたよ。ネットも少しは取り口を認めないとね。やっぱり中学生は違うね。俺世界2回救ってるのに。多分寝るぞ。俺も寝ちゃおうかな。あ、もう動画撮ったまま寝ちゃおうかな。うん、これ寝て、あと50分、もう55分ぐらいずーっともう何も喋らないという。ネット君朝だよ。起きないと遅刻しちゃうよ。無理だよ。もう眠いよ。あと5分。うわ、今日も学校か。小学生は辛いぜ。お前、小学生っぽくないけどな。今日、きっと今日も教室に入るのは、ネット君が最後だよ。俺と一緒やな。早く行こうぜ。よーし。早く行こうぜ。倍速でございます。もう早く、ウィーン入ろうとした。これ、あ、先生、もう、ひかり君はいつもギリギリなんだから、早く教室に入りなさい。はーい。教室ここだっけ？こんにちは。誰もいねえじゃねえか。こっちなんだよな。入った瞬間メール。おはようねと、また、もっとギリ、またギリギリで、もっと早起きしちゃうよ。あ、デカオ君が来てないって言った。デカオ君今日も来てない。はぁ、お前退院したんじゃ。ふふん、今日から復活なよね。みんな寂しかったよでしょ。もう安心していいわよ。やっぱクラスにはマドンナの存在が必要よね。それにしても、英語のマドンナ、ヤイドちゃんが帰ってきたっていうのに、デカオのやつまた帰ってきてないのかしら。もう帰ってきないよ。だってお前に会いたくないもん。ここら辺はまあ、そこら辺はいいとして。え？なんか全員話しかけるやつだよな。あ、先生来たよ。よーし。絶対みんなに話しかけるやつと思ったわ。みんなおはよう。今日も元気に勉強しましょうね。デカオくんまだ来てないけど、ひょっとしてお休みなのかな？マリコ先生、デカオは？今日は休み？うん、あー、デカオくんなら、先生、デカオがどうかしたんですか？先生、どうしたんだよ。実はね、みんなには黙っていろって言われたんだけど、デカオくん今日でこの秋原小学校から転校してしまうの。嘘でしょ？聞いてないわよ。湿っぽくなるのは性に合わないってデカオくんが。そんな大事なことを、デカオのやつ格好つけやがって。ネットくん、まだ今なら間に合うかもしれないよ。デカオくんの家に行ってみようよ。ああ、マジで？授業中に？ヒカリくん、先生止めないの？中学校とか高校の先生とかってマジで木刀で止めてくるけどな。おい、どこ行くんだよみたいな感じで。音がね、倍速使ってないの、音がね。鍵がかかってる。まだ間に合わなかったのか。デカオのバカ野郎、黙って行くことねえじゃねえか。ネット君。なあ、ロックマン。俺もう、デカオと会えないのかな。そんなことないさ。また絶対会えるって。ネット君。くよくよしたって何も始まらないよ。学校に戻ろう。いやいやいや、空港とか、あ、おるやん。ねえ、ネット。
なんでお前ここに、で、デカオ、なんで、学校のみんな来い、なんで黙って行っちゃうんだよ、水くせえじゃん、俺たち友達だろ、すまねえ、ずっと言おうと思ってたんだけど、お前たちを前にすると言葉が煮詰まっちゃったよ。なんだよ、急に。ゴルゴヘアのくせに。いやね、締めっぽくなっちゃって。来たな。みんな来てくれたやん。涙見せずに明るく送り出してあげましょうよ。ヤイトに、メール、それに、みんな！あ、音汚ねえな。ここの BGM、音、せっかくいいところなのに音が汚ねえな。これはあれだな。ゲームボーイアドバンスで、RPG とかちょっとできねえな、ちょっと FF1、2 持ってるけどアドバンスでできないね。ごめんね、デカオくん、黙ってろって言われたのに。アメロッパに行くの、体だけは気をつけないの。先生たら涙もろいわね。もっと明るくパーッと見送ってあげましょうよ。アメロッパなんて、エイトちゃん自家用機に乗ればすぐなんだから、すげえな。まあ確かに自家用機でも8時間10時間ぐらいかかるよ。メールちょうだいね。あと自宅によろしく。デカオがいなくなったら寂しくないな。向こうで頑張ってね。英語は俺たちに任しとけ。電脳世界だったらいつでも会えるよね。いつでも帰ってきてね。よーし、みんな見送ってね。この大山デカオ、アメロッパでナンバーワンのネットバトルになってやる。ネット次会うときは M1 グランプリの決勝だぜ。あ、絶対やろうぜ。みんな、ありがとう。なんか、パパ来い。パパ来て。まあ、お前じゃないよ、みたいなこと言ってこい。アバよ。アバよって。荷物何を持っていかんの？大丈夫？服、その服1枚で行っちゃうの？あんまり喋れなかったけどよかったな。ネットく？ネットく？ロックマン、俺たちもデカオに負けないように頑張らなきゃ。うん。この BGM ちょっとどうにかしよう。めっちゃ汚ねえんだけど。その放課後。戻ってきてるんじゃない？さあ、ロックマン、今日何する？何しようかな。あー、デカオがいないとなんか退屈だな。そうだね、なんだかんだ言って、いつもデカオくんと遊んでいたから。ビビビメルダ、デカオくんだったりして。あ、ネットくん、この間病院で会ったマモルくんからだよ。読んでみるね。ネットくん、この間はありがとう。よかったらまた遊びに来てね。だって。よし、じゃあ病院に行こう。よーし。いいね。じゃあ病院に、もう、さーっと行こうか。ビーチチップを買って、キップを買って。デカオくん、汚い BGM でどっか行ったな。どんまやな。しかも終わった後すぐにBGM 直ったもんな。俺ね、あいつの居場所知ってんだ。ここです。全員と話したからね。いないし。どこにいるね。マモルくんどこにいるんだよ。マジかよ。俺が探すんかよ。どこにいるんだよ。だいたいここにおるんだけどな。そしたら3階に行って、しらみつぶしに、緊急、手術室。いねえなあ。どうせあれかなあ。また行ってんのかな。デスマッチ、デスマッチ、小児科診察室にデスマッチ。どうせ外だろ。こんにちは。絶対おると思ったわ。はい、こんにちは。よっ、守る。あ、ネト君来てくれたんだ。調子はどうだ。うん、いいよ。どう、ここ風気持ちいいでしょ。調子のいい日はいつもここに来て海を見てるんだ。すげえな、水平線が見えるぜ。僕ね、この景色を3歳の時から、3歳の時から、3歳の時から、それじゃ、ここにずっと入院してるんだ。 HBD という心臓の病気なんだって。だから学校にも行けないし、友達もいないから、いつもここで海を眺めてるんだ。そんな生活嫌やな。俺だったら関係なくネットバトルするけど。海を見てるとね、嫌なことも寂しいこともみんな忘れるからね。何言ってんだ、友達なら目の前にいるじゃないか。寂しいことはないだろ。ネット君、ありがとう。そうだ、守る、今欲しいバトルチップってあるか。欲しいバトルチップ、欲しいといえばそうだな、最近ビーチスクエアで上座になってるチップかな。氷砲丸 M。 かなりレアなチップなんだけど、それを一度見てみたいな。よし、俺がゲットしたら守りにあげるよ。俺たちの友情の証にな。本当に約束だよ。やったやった。苦しい。どうした、大丈夫か。守り君、落ち着いて、体の力を抜いてゆっくり深呼吸して。少しは楽になったよ。ネト君、早くお医者さん、次の発作が始まらないうち。分かった。にしてもロックはやけに悔しいな。経験者だからね。経験者ってますか。うん。HBD は僕の光
川里綾人の命を奪った病気で怖っ。それよりネト君、お医者さんを早く。ああ真実を急に。ああ俺が呼ぶんか。ああもういいよ、もうそんな BGM そんなしなくても。あこんにちは。え、マモル君が発作は大変。確かマモル君を担当しているドクターは 3階の方だと。お前呼んでこいよ、メール電話せよ、電話の方が早いだろ。お前か。ふむ、どうしたん君。ふむふむ、第二、マモル君が発作。それはいかん、緊急道具を持って私もすぐ行く。先に行って彼を見ていてくれ。しょうがねえな、お使いすごいな、お使いが厄介だな。ふいふいふいと。はい、こんにちは。マモル、しっかりしろ、お医者さんが来たぞ。マモル、う、死んだか。いかん、発作だ。君、患者を診察せ。はい。いいよ、なんかネットバトルさせろ。あー、気分が高まったんだな。君、マモル君の友達？あ、はい。韓国さん、あいつ、マモルは大丈夫なんですか？とりあえず発作は収まったけど、もし今度が発作が起きたら危険な状態なの、緊急に手術をしないといけないわ。手術？けどあの子、手術は受けないって言い張るの。手術は受けない？なんで？あの子、今まで3回手術を受けたんだけど、病気は治らなかった。それであの子を治療することを諦めてしまったの。だけど、最近になって、HBD に有効な治療法が見つかったら、あの子が手術さえ受けたしも、もしかしたら。ネト君、僕たちがなんとかマモル君を励まして手術を受けてもらおう。諦めちゃダメだ。病気なんかに負けちゃダメだ。もちろんさ。諦めなんて言葉、俺の辞書にはないぜ。けど、どうすればマモル君を勇気づけることができる。諦めるという辞書がない。永遠と、クリアできないゲームをし続けるっていう可能性もあるけど、ヨーヨー G を出るまでやるという。うん、そうだね。そうだ、あれだよ、友情のチップだよ。氷砲丸 M を持っていけば、マモル君きっと元気が出る。それだ、友情のチップを探しに行くぜ。待ってろよ、マモル君。きつくない？砲丸？わかんねえなぁ。いや。え、誰に？いや、知らんし。え、どうしたらいいんだ？砲丸？急にお使いとかじゃなくてさ。なんか、ヒントないかな？ヒント？こいつに言ったらわかるんじゃね？こんにちは。うわぁ、これはなさそうな感じかな。取り寄せサービスで踏み込み算買うわ。あー、砲丸どこにあるんだろう。なんかね、氷砲丸を、氷砲丸ってどこにあるんだろう。全くわからんのやけど。どうしたらいいんだ、全くわからん。見当もつかんし。マジで？しらみつぶしか？敵でね、出てくるはずなんだけど、その敵もわかんねえんだよな。あそこはヨーヨーだったろ？どこ？これ探すより調べた方が早いかな、さすがに。いやー、さすがにしらみつぶして全部探すのは嫌よ、もう。うわ、これ多分しらみつぶしやな。これ、しらみつぶしで探して、しらみつぶしで探した結果、ビーチエリアの、まあ、俺探してないけど、みんな探してくれたんだろうな、これ。しらみつぶしで、もうローラー作戦で、もう全員話しかけて、全員聞いた後に、分かった多分情報で、地獄エリアのプラグラムの、ロックマンのこれ無理、これどうやって探したんやろ俺、子供の時多分無理なんじゃないかな。これ無理だったんじゃないか。どうやって探したいんだ俺。で、これでフィッシュをつけて
これ無理だろ。なんだこれ。攻略本買わせるためにで、ここの部屋に入ってで、出てくると。マジでとんでもないな。絶対無理じゃん。ここに逃げて、あー、ここ敵が強いんだ。あー、確かに強かったな。で、ここら辺を動き回っときゃ適当に出てくるんだろ。全然出てこんけど。地獄エリアでプログラムのアイムフィッシュをつけて出会えるこのゴルドボールズを倒すと入手していきます。ちなみに、うん、なるほどね。さっきのやつをやっときゃ、おお、来た、こいつね。これ無理だろ、普通に考えたら。踏み込み山で奥のやつ倒して、ダメージ食らっちゃったな。ダメージ食らったら意味ねえな。ダメージ食らったらダメージあれだ。うえ、あー、これダメージ食らうとね、あれなんだよな。うわ、ここ結構あれだな、結構厳しいな。まあ、ここでくるくるしとこう。うわー、ヨーヨーあるやん。もう関係ないけど、この速さどやー。うわ、こんなん、どうやってあれしたんだろう。てか、俺も、あ、もう、いや、持ってるわけねえわ。あんまり戦ってないもんな。うわ、これはわからんな。これ、小学生の俺、どうしたんやろ。多分聞いたんやろうな。もう、聞かんとわからんやろうな、こんなん。無理無理。無理でーすやん。あ、来た。あ、お、ガッツマンいいね。じゃ、ガッツマンで、とりあえずガッツマンでゴーン。トントンとして、ういういダメージなんて食らわない。あ、間違えた、危ない、ドーン。ノーダメージでいけば多分もらえるはず。危ない。あー、ラットンじゃと間に合わんな。上がってこい。3、2、1で、これでもらえるはず。 M、 よし、来たー、よし、来た。はい、終わりと。これは探すのは多分相当時間かかったんじゃないかな、通常の人は。ああ、何も知らずに、何も調べずに行ったら、でしらみつぶしにまず思い出さなきゃもんな、全部全てを。これは厳しいで。ああ、ネット社会になってよかったわ。こういうのよね。ここでいいんか。こういうのよね、今の時代いいのは。守君どこ？手術室っていうか、ここにおるよね。おった、守君。具合どうだ？うん、平気だよ。けど寝てなきゃいけないってお医者さんが。そうか。守、手術を受けないか。手術したって僕の病気は治らないんだ。今まで何回も手術したけど、ちっとも良くならないもん。けど今度は HBD を治せるかもしれない手術だって看護師さんが言ってたぜ。そんなこと言ったってきっと今度も治らないんだ。もういいんだ。怒るよ、ネットが。バカ、簡単にもういいんだなんて言うんじゃねえ。守る、俺が双子の兄さんがいたんだ。1歳の時ある心臓の病気で死んじゃった。手術も受けられないまま。けど俺の兄さんには命が尽きる瞬間まで病気と戦い続けたと思う。ネット君、守る、お前が手術を受けられるわ、お前、守る、お前は手術が受けられるじゃん、生きてるじゃん。 1% でも病気が治る可能性があるんだったらそれにかけてみろよ。俺、お前が病気に負ける姿なんて見たくねえよ。もしかしてお兄さんが死んじゃった病気って。分かったよ、ネット君。僕、手術受ける。手術を受けられなかったら、お兄ちゃんの分まで頑張るよ。頑張って、マモル君。もしネットのお兄ちゃんがその言葉を聞いてたらきっと喜ぶと思うよ。マモル、きついことを言ってすまなかったな。手術頑張れよ。あ、それとこれ、受け取ってくれよ。バトルチップ、抗胞がん M を手渡した。わ、ありがとう。僕のために取ってきてくれたの。嬉しいが、これを取るために世界中のロックマンエクゼ、
発売してからこれめちゃくちゃ探したと思うよ。僕頑張るよ、精一杯病気と戦う。だって俺あの地獄エリアであいつと戦ってないもんな、そもそも敵出なかったもんな。ああ、その息だ、それだけ元気あれば手術は絶対に成功するさ。手術の日は応援に来るから呼んでくれよな。マモルくん頑張って。それじゃあネット君、そろそろ家に帰ろっか。そうだな、そろそろ帰るか。ああ、でこれ探すの相当大変だから、もう今日はこれだけみたいな、そんな感じなんだろうな。いや多分無理やと思うぞこれ、めちゃくちゃ時間かかるぜ。まず普通のところじゃ取れないなっていうのはもう頭の中で分かってるんだよな。ならどこで取ればいいのかみたいなね。でそこら辺ログインしまくってもう敵と戦うしかねえよな。はい、ということで今回は今日はもう寝ちゃおう。はい、あー、いいね、セーブいいね、セーブ超いいね。分かっててもあの感じで結構時間かかるからな。あれから3日経つけど守るのやつ連絡してこねえな。もしかしてまた手術は嫌だとか言ってるんじゃないだろうな。そんなこと言ってないと思うよ、守君があんなに頑張るって言ってたじゃないか。それもそうだな、そのうち連絡来るか。来たー、噂をすれば。違う、病院からだ、読んでみるよ。マモルくんの容態が急変しました、本日救急手術を行います。だって大変だよネット君。なんだって、病院に急ぐぞ6万。うん、よし急ぐぞ、めっちゃ急ぐぞ。もう続きだね、普通にビーチの下ね。よし、大丈夫か、マモル、怒りマモル、パープロくん、手術室かな。あ、おるやん、おるやん。守る聞こえてるか。俺がついているから何の心配もいらんぞ。大丈夫だよ、友情のチップがあるから。ピー、守くん3階の手術室に移動するわよ。看護さん、守くんのことをお願いします。え、全力を尽くすわ。さ、守くん手術室へ。頑張れよ、頑張れよ。いいね、なんかいいね。まあその病気のために俺たちの税金は使われるんだけどな。ロクマ、手術室行こうぜ、できるだけ近くに行ってやりてんだ。うん、行こう。確か手術室は3階だったね。まあまあこういうのに税金使うのは全然構わんよ。ずーっと寝たきりのじじいババアどもにあの税金使うのはちょっとあれだけど、まあ希望があるなら使ってあげなよ。老人もそうだけどね。手術は始まったみたいだね。守君頑張れよ、俺がついてるからな。ちょっと遠くにな。手術開始から3時間が過ぎた頃、ネト君休んだら。もう3時間も立ちっぱなしだよ。ちょっと外で風に当たって落ち着こうよ。けど俺にできるのはここにいて祈るぐらい。このままじゃネト君もダウンしちゃうよ。焦らずに待とう、きっと手術は成功する。分かった、一度外に出るか。まあ外に出るのは大事やな。一階のロビーに降りるね。ウィーンウィーン、このウィーンいる。ガタガタガタ、あ、出た、事件。うわ、なんだ、エレベーターが止まったぞ。グーウィーンウィーン、あ、動き出したよね、たくん。なんだこりゃ、マジなんだこりゃ。あー、木のね、命の木の。一体何が起こったんだ、緊急事態発生機。これやばくない、館内放送だ、これやばくない。これ手術しようのやばくない。みんな落ち着いてください。先ほど命の木から謎のツタが発生しました。ツタによって病院内のほとんどの医療先は動かなくなってしまいました。なんだって、守る手術の真っ最中なのだ。皆さん速やかに外へ避難してください。大変だ守くん、ネット君、守くんを。オッケー、3回。フレイマン、ファイヤーマン、こう燃やすんだ。守くんの手術はどうなった。あ、君はカムさん、守の手術はどうなった。まだ大丈夫、手術器具は正常に動いてる。あ、そう、手術中のなんか停電しても大丈夫みたいなこと聞いたことあるわ。けどこのままじゃツタが手術室の中まで入ってきちゃう。俺が
このツタを何とかします。もしかしたら命の木育成システムに異常が起こったかもしれない。命の木の育成システムはどこにあるんですか。この病院の地下よ。あ、地下にある。そこのエレベーターから行ける。ああ、なるほどね。地下行けんやったもんな。ダメだ、動かない。やばいじゃん。看護師さん、エレベーターが止まってます。他に地下へ行く方法はないですか。下にロックバスター撃つのよ。パーン。外よ、外から地下室につながる扉があるわ。エレベーターの隣にある扉に非常階段がつながってるわ。そこから下に降りて、下のフロアのどこからか外に出られるかも。非常階段だね。非常階段どこ？この扉だな。あれ、開かないぞ。電子ロックがかかってる。僕は見てくる。プラグインお願い。複雑やな。もうめんどくさいな。ワンパンマンに任せよ。ワンパンチ。ここは病院の電脳か。何か様子がおかしいよ。ロックマン急いで非常口のセキュリティをロック外すんだ。よし、じゃあめちゃめちゃ急ごう。どこだい？もう逃げちゃう。逃げちゃう。もう急いでるから逃げちゃう。強い火があれば燃やし尽くそうぞ。多分強い火の、お、こいつかな？たたた大変です。突然電脳植物が大発生して、病院内のコンピューターが動かなくなってしまいました。電脳植物を飲み込む。病院内のシステムは復旧するのかい？多分そうだと思います。え、もしかしてあなたがそれをやってくれると何か方法があるの？僕の持っているエナジーチャージを使えば電脳植物を取り除くことができますと思います。これをあなたの体に組み込めばバトルチップの属性パワーに変換することができます。今回の場合、炎属性のチップを変換すればあなたの体に炎が巻き起こり電脳植物を焼き払うことができるでしょう。開発使い方はエナジーチャージをあなたの体に組み込んで燃やし電脳植物の前のもしくは上で A を押してください。それとエネルギーチャージが起動します。上で A を上で A をとりあえずこれで上で A 炎これでいいんかな。外して動かして動かしてエナジーこれでいいだろう。よし、異常なし。 OK。 とりあえずこれで、木の前でやればいいのかな。あんまりよく分かってないけど、とりあえずこれ取って、これかな？お、エナジーチャージを使う。あ？エナジーチャージを使う。あ、うん。チョックウェーブ。炎属性じゃないと燃やせないよ。炎属性。ヒートショット。きたー。なるほどね。で、これで使えると。オイルボディ。じゃあとりあえずこれ属性で属、あーなるほどね。だから敵でトーテムが出てくるんだ。じゃあトーテムのところだけは倒せばいいっていうことか。いたちょっともったいないもん。なるほどな。だけこいつか。なるほどなるほど。ワイドソード、ワイドソードが80。あー、じゃあこれで、はい、ソイのソイ、はい、これトーテム、よい、ほらね、ほらほら、トーテムでダンガンガン燃やしていけと。じゃあトーテムをガンガン使っていけばいいのかな。 OK です。全部使っちゃうからね。トーテムめっちゃ倒さないけんのか、めんどくさ。あ、うん、これが非常口の鍵を制御しているコントロールパネルみたいで、これを制御すれば、うわ、コントロールパネルからウイルスが取り出てきた。きたね。アマゾーダ、あ、
あーこいつなんかツタコイツのやったっけ、覚えてる、なんかあそこです。ネト君、非常口のシステムが解除したよ。外に出るルートを探そう。でこれでとりあえず2階、ああそういうことね。ここは無理と。でエレベーターは動かないと。じゃあ1階しかねえじゃん。あ、1階無理なんだ。じゃあ2階しかねえじゃん。2階で合ってるやん。絶対こっちやん。これガラスから、ガラスからっていうか窓から。ババア、せがれと。お、本当に窓が開いている。ここは2階でした。そのまさかさ、緊急事態で迷ってる暇はない。飛び降りたものか。やるな。うおー、やば。はっ、なんとか泳ぎ着いたぜ。ロックマン無事か。ロックマン大丈夫なんだ。 パパにもらったペットケースのおかげなんともないよ。それより早く地下にいる入り口を探そう。絶対裏からだろ。違う。へえ、あ、地下がここなんだ。なるほどね。鍵がかかって誰かに鍵をもらってくる。めんどくさいな、おい。あ、おるやん。おい、中はどうなってんの。私の妻がいるんだぞ。責任を取って何とかしろ。すいません、私たちも何が起こってるのさっぱりわかんないんです。オフィシャルが到着するまで今はしばらくお待ちを。あ、ネットも来てるのは病院の中のすげえことになってるみたいだぜ。あ、危なかったかい。もう少し病院出るの遅かったら。あ、そういうのあるよな。あ、これ絶対そうや。え、地下室の鍵ですか。はい、持ってますけど。お願いします。それを貸してください。その鍵で地下に降りれば地下の育成システムにプラグインできるんです。え、でも君は。いえ、わかりました。もはや私にはどうすることもできません。どうかお願いします。木の暴走を止めてください。よし、わかればいいんだ。お前有名でよかったな。全くよくわからんクソガキに渡すわけにもいかんしな。うお、こんなにツタが。うわ、すげえな。本当にすげえじゃん。これ現実世界だったらとんでもねえ。うわ、すっごいってなる。うーわ、なんこれ。どうやらこれがゲームみたいだね。ネント君、プラグインお願い。待ってる、守る、行くぜ、ロックマン。プラグイン。おいにー、ちょっと待って、エレベーターが動いてるよ。そんなさっきまで止まってたじゃん。おいにー、ピモン。テレラコード見つからないね。どこ隠したね。あ、お前、そこで何やってる。おい、お前、そこで何してるか。何をって、病院中に伸びたツタを取っ払いに行く。私が生やし、せっかく生やしたツタを。お前、さてはネットワーク社会の手先だな。ネットワーク社会の手先。何わけわかんねえこと言ってんだ。それより病院中のツタの成長を止めるんだ。嫌なこった。ネットワーク社会の手先の言うことなんて誰が聞くか。こんな病院なくなってしまえばいいね。俺の友達が手術してるんだ。このままじゃ友達の命が危ないんだ。自然を守るのに多少の犠牲が出るのは仕方ないこと、ワイリー様がいつも言ってるね。ワイリーだって、じゃあそれはじゃない。ワイリーだって、それじゃあ君は、ダブルスリーワールド。スリーワールド、なんだっけ。そうね。ワールド3は、ネットワーク社会を破壊して自然を守ろうとしてるね。自然を守るだってそんなはずがない。君はワイリーに利用されてるだけだ。ピロリン。お、出た。何やったっけ、忘れた。アネッタ、騙されてはいけない。ワイリー様がいつもおっしゃってるだろ。ネットワーク社会の人間はすぐに嘘をつくと。分かってるよ。あ、プラントマンか。これプラントマン強いんだよな。プラントマン V2、V3 めっちゃ強いんだよ。こんなやつに騙されないの。完全にワイリーの言うことを信じて。ネット君、これじゃ何を言っても無駄だよ。プラントマン、ツタをもっと増やすね。私はもう少しテトロカードを探してるよ。待て、どんどんツタが伸びてるよ。早くその機械にプラグインしてプラントマンを止めないと、お前の友達も危ないよ。ロクマン、プラグインだ、お願い。プラグインロクマン行くぜ、楽しみしょーん。あ、来たね。緊急事態です。ロクマン、このままじゃ守りが危ない。急いでプラントマンを探そう。了解。よし、じゃあとりあえずセーブしようか。とりあえずセーブして、じゃあここクリアしたら、あ、
わべ。あれ、ないな。全然、あれがないな。ちょっとあれな。ポーテントール、めっちゃ倒さんとあれやな。もう、ない。お前でもいい？え、こいつ何？弱っ。あー、てか、ロックマンのあれ変えようかな。お、いいね、50。ロックマンスタイル変えるかな、そろそろ。これ、ロックマンスタイル変えてもいいだろう。ちょっとロックマンスタイル変えるか。ウッドカスタム。きたー。あ、あいつの言葉を。こいつは？あ、よくわかんない。よし。よくわかんない。よし。お、ポネトール来たね。これで。うわ、こんな時に奥にいるじゃん。あ、回復するんだ。わ、すげえいいじゃん。もうイヤホンが外れる。よし、 OK。 いいね。おい、ポートーテム、いいね、いいね。ガンガン行こうぜ。トーテム最高やん。これはガッツマンで、これはガッツマンで、はい、秒。うえす。いいね。で、ここを、あ、誰もいないじゃん。あれ？誰もいないじゃん。これは、プシュプシュ。プシュプシュで、で、これ、あ、これで、はい。踏み込み、ザンと。とても、よし、いいね。で、これは扉を開ける場合は、このエリアにある緊急ボタンを押してください。緊急ボタン？このエリアにある緊急ボタンってなんだよ。緊急ボタン？あ、てかさ、これメタルマンってさ、なんかこれ動いた気がするんだけどさ、気のせいだったかな。これなんか、ほら、動いた。そう、動けるんだよ、これ。じゃあ、まずこいつをぶち殺すか。はい、よし、OK。そしたら、ロールで、ぶち殺しますか。よし、OK。緊急ボタンってなんだろうな。緊急ボタン、待って、こいつの話、もうちょっとよく聞くか。サンクサ、一番奥。ん？もしかして、A を押せる？一番奥。まあ、とりあえず。はいよー。ロール2体で倍速で終わりです。ついでに回復して、はい、トーポートータイム。いいね、これ。ああ、使えるんだ。一番奥3つ。ああ、またおるね。あー、一番奥のやつ踏み込み算したいね。よいしょ。100だったらこれかな。おい、はい、トントントン。あ、間違えた、場所間違えた。踏み込み算じゃない、普通に間違えた。踏み込み算だけダメだ。あ、待て、ダメだ。ちゃんと話聞こう。一番奥。ロールで。ちゃんと話聞かんとダメだ。何？草三つ、一番奥。一
番奥奥。わかんねえな。草三つ一番奥。一番奥奥。一番わかんねえ。いや、しらみ、ひらじゃん。しらみつぶしだろ。いや、まあ、でもウイルス出てくるんだろ、これ。最悪やん。お、あ、いや、あるじゃん。あ、マジでいいのあるじゃん。でも倒したがいいな、こいつらは。そしたらメタルマンの練習するか。うん、練習できんな。あら、買ってこい。はい、終わり。どうっす。で、これ使って、ヒートショットでも何でもいいよ。お、スイッチいいね。待てよ。俺、ここのさ、これ、やっていきたいんだけど。もったいないけど。あ、何も出ないんだ。何も出ないってあるんだ。なんか出てこい。ええー。あ、そんな感じなんだ。じゃあ、いらんわ。じゃあ、いいわ。よし。じゃあ、奥行きますか。お、プラント、え、おるやん。私もこれか、そっち向かう。あ、何も心配しなくていい。お前は私の言う通りに動いてればいいんだよ。プラントマンだな。君がロックマンだね。一点の曇りのないいい目をしている。芽吹いたばかりの若葉のような純粋さと溢れんばかりの生命力を感じる。噂通り優秀な涙のようだ。プラントマン、スタンの成長を止めるんだ。残念だが君の相手をすることはできない。今から手術室のプログラムに侵入し、テラコードを奪わなければならない。手術室のプログラムに侵入、そんなことをしたら守君がそんなことをさせない。 お前をここで食い止める。わからん、若いな。少しゆとりを持たねば長生きできないよ。亜熱帯の森に生きる大樹のようなゆとりをね。プラントマン行くぞ。仕方ない。いでよ我がしぼめ、ロックマンの首を。え、お前戦うんじゃないの。あ、お前戦うんじゃないんだ。こっちはガッツマンがいるけど。ガッツマン、ゲガッツマン、倍速ガッツ。すごい使え、すごい使え。あ、すごい使え。いいよ、別に。俺の回復と、お前の力、どっちが強いか。俺、これ弱点だな、お前。エリアスチール。あー、なるほどね。あ、エリアスチールされたらちょっと困るな。バイトそうぞ。よっしゃ、来たー。あ、これ。バカだ。プラントマンは似合えたみたいだ。ネト君、早く手術室行こう。あ、プラグアウトするぞ。あー、結構長いな。ということで、今回ここまでするか。あ、割と長いわ。手術室のこの目の前で、ちょっと今回やめようかな。結構、時間経ったんじゃない？なんかすげえ長い感じがする。前回のが引きずってるのは。いや、まだ全然やったな。まだ40分しか経ってないし。ちょっとカクカクやな。どん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 。守る。誰かいるのか。守るは大丈夫なんですか。突然手術用の機械が動かなくなってしまったんだ。この扉も鍵がかかって開かなくなって完全に閉じ込められた。このままで守君が危ない。そんな、守君を何か助ける方法はないのか。そうだ、君。この扉の脇にあるコントロールパネルがあるだろ。これは、手術室の中に繋がってるんだ。それからプラグインしてバグを取り除けば手術室が再開できるかもしれない。プラントマンの仕業、急ごう、ネット君。てか今お風呂を溜めてるんだけど、お風呂の音聞こえんから大丈夫かな。ちょっと音がするかもしれない。ネット君、ここも電脳ツタで覆われてるよ。プラントマンめ、ロックマン、守君の命がかかってるんだ。先を急ぐぞ。うん、よーし、じゃあガンガン急ぎますか。こういう時ね、俺急ぐの大好きなんですよ。もう急ぐの大好きなんですよ。もうガンガン行くよ。もう説明なんて見ないよ。うわー、全然足りんやん。いや、こいつは倒したら見えないから、早く俺にあのトーテムくれ。よしよしよし、お前らだお前ら。そしたら、いや、ソードをこうやって使っていくか。そしたらあいつ来るやろ。俺は負けねえ。いや、死にそう。
やばい、危ない。めっちゃ危なかった。俺は負けないとか言って連打しても完全に死ぬところだった。うわ、すげえ回復力。踏み込みダウンないかな。ない。これで。あと4。よし、OK。あ、トーテム欲しいのに。これは？うわー。炎くれ、炎。踏み込み残。やばい。やべ、うー、危ないぜ。ダメージは食らいたくない。だがお前が来るなら、かかってこい。しょっけー。60ぐらい食らうのかな。よし、いいね。とりあえずこのツタ、真ん中行きたいね。真ん中をトーテムでガーン。うわー、ゴミ。うわー、あ、うわ、いいね、あ、いいね、あ、いいね、これはいいね。うぅ、うぅ、オッケー、ダブルデリート、はい、ドーン。待て、ちゃんと話聞こうか。草球5、真ん中の列、真ん中の列、真ん中、あー、そういうことね。じゃあ真ん中の列を、真ん中の列って縦でいいんだよ、横じゃないよ。あー、これか。あ、でもこれ草連打して、よし、 OK、 よし、 OK、 うー、はい、終わり。オッケー。うわ、マジかよ。真ん中の列、真ん中の列って言ったのに。あー、これかー。まあ、ワイドソード、こんだけあるなら。うわ、うわ、うわ、なんこいつ。ヤース。回復するかな。うわ、今回めんどくさいな。これはめんどくさいな。OK。 うわ、これちょっとあれやな、ダメージ食らわんようにせなきゃな。ダメージ食らったらちょっとカードがもらえない。これは痛い。回復せな。ちょっとこれあれやな、結構厳しいな。これ V2 で終わりか。 30×3 か。うわー、これやばいな。あいつ厄介だな。ワイドソード、あ、お前はいい、お前らはいい。うわー、これ炎めっちゃ欲しいのに、全然手に入らない。全然出てこないし。なんやこいつら、ゴミかよ。そんなゴミはいらんよ。通っても欲しいの、通ってる。あー、まあ、もう前らでもいいけどさ。これで、うぃー、あ、でもこれで、あ、なんやこいつ。よし、オッケー。なんだよ、これひどいな。結構ひどいな。うーわ、結構きついぜ。なんかヒートショット。ヒートサイドか。まあ、ヒートサイドでもいいけどさ。とりあえず、こうして、で、連打。あー、やべ。ダメだ。ダメだった。あー、ダメージ食らっちゃったな。とりあえず真ん中。真ん中の列って言ったじゃん。騙された。くそー、騙された。あと40。
あー引き合い。よし、とてめ真ん中の列って言ったのに、真ん中、横の真ん中か。あれ真ん中の列って言ったの。はぁ、マジかよ。え、真ん中の列って言ったじゃん。真ん中の列、真ん中の列、真ん中、真ん中、真ん中全部ぶっ壊したの。端っこじゃん。騙された。マジかよ。敵と戦うのにめちゃくちゃ時間かかってんじゃん。うわ、マジで？もうちょっとガンガンくれんかな。あ、真ん中の列ってあっち向こうの方？マジかよ。向こうの方か？もしかして。もう炎ないよ。炎ちょうだい。うわ、ここやん、絶対。うわ、これ、厳しい。あ、やべ。オッケー。あ、攻撃した後に攻撃すればいいんだな。うわ、キャノンかよ、いらねえ。真ん中の列。うん、お金よ。俺に、チップをください。よし、これで。よし、OK。ちょうだい。真ん中、ウイルス。真ん中、ウイルスか。お、相手ダメージ食らってんじゃん。あ、マジで?そんなことある?ロールで、あと、アタッチ。いいね。いいね、おや。ブシュッ。きた、ワイドソード。ブシュッ。よし、オッケー。くれんのかよ、マジかよ。ふざけんな。せっかく倒したのに。やっぱ時間か。お、コミッククロスが2つあるね。あー、間違えた。最悪。ここです。よし、あ、80くらうんだ。トーテム真ん中の列、真ん中の列。マジかよ。うーわ、これひどいな。よーし、結構集まったよ。よし、真ん中の列ね。よーし、結構集まって、まあ、6個ぐらいしか集まってないけど。真ん中の列言ったじゃん。マジかよ。真ん中って言ったら縦か、ワープポイント、ここか。もしかして、あ、やっと進んだやん。うわ、これちょっとヒントさな、あれやな。うわ、何これ、とんでもないな、ここ。うわ、マジかよ。じゃ、とりあえず、ま、倒しながら行きますかな。これトントンやって、はい、間に合わんし、とても、あ、よかった、ダメージ食らったけど。じゃあ、これちょっと倍速使うとかなりノーダメージでいくのは難しいな。よし、じゃあこっち、おお、いいね、当たり。こいつは草4、左上、草4つ、左上、草8つ、奥から2番目、ん ?4つの左上、上、奥から2番目、4つ、奥から2番目、奥から2番目、左上、ここか。うわ、これ頭悪いとあれやな、全部すんやけど、わかんねえ。
ワープがあるんかな。あ、でもこれ一瞬で終わるやつ。早く来いや。なんだ、一瞬で終わらんやったやん。全然来んやったし。あ、でもフレーム速度多いね。待って待って、もう一回。意味がわからん。頭悪いから意味わからん。え、草8つ、奥から2番目。草が8つ、奥から2番目。奥から2番目。草4つ、左上。左上だよな。とりあえず左上全部開ける？お、いいね。じゃ、とりあえず、このトーテムをぶち殺して。で、お前は？あ、そういう動きね。はい、トーテム。と、これ左上、とりあえず左上？とりあえず左上でいいよな。あ、ワープインダイだった。ただちょっと待って、アイテム気になる。よかった。よし、2000。よし。2000よりもね、とにかく炎欲しいな。外れじゃん。マジかよ。エナジー、左上。何か落ちてる。きっとちょっと、あー。何これ全然わかんねえじゃん。うわー。じゃ、これはソードを一瞬で片付けて。うわく、間に合わんのか。うわ、危ねえ。この、バカ野郎。マジかよ。あ、間違えた。よし、じゃあ今回はここまでして、次回は、ちょっとプラントマのところからスタートで、チップを、もういっぱい持ってます。持ってる状態にしとく。ちょっと時間かかりすぎる。めちゃくちゃ、取っとく。